手に入れた、手に入れたぞ。教習トキトキとドミグラの目覚め、敵をすべて倒す。 OK、 頑張りましょう。かっこいいな、なんか遊戯王みたいな、頭の中つけてね、額に。おかえり、タイムパトロール。やっぱな、ついてたか、スーパーガード。スーパーマカ。時々は我が手に落ちた。これからは、まあ、地味に減らしていきましょう。時空を支配する新たな神となるのだ。防御力が低いね。私の部下になる気はない。過去も未来も思うがんな。なんだ、なんでミスったんだ。永遠の時間を生きられるぞ。仕事きれいにしてやる。残念だ。お前の仲間は喜んで私の部下になってくれたのに。気をつけて、ドミグラの魔術で操られているわ。時の海洋。いやー、え、待って、何何何、動けない。神でも何でもない。2対1か。私が時を滑る新たな神となったのだからな。ふざけたことを。時々を返しなさい。その子はあんたなんかに。神に逆らう者がどうなるか知っているか。天罰を受けるのだ。いやいや、今だ。強い。ファイナルクラッシュ。シンバだ。ファイナル。もう一発つか。クラッシュ。さあどうすかな。合わない。こいつはデスボール必要か。いや、なしでいくけどさ。うっとうしいよ。かつての仲間をよくそこまで攻撃できるな。トランクスが苦しんでいるぞ。なんて卑怯な。いいんだ、もっと攻撃してください。もっと攻撃してくださいはダメだろう。ドミグラの魔術を打ち破るためです。俺に遠慮せず思いっきりやってください。黙れ、神に逆らう愚か者め。ファイナル。オーケー。よし、いい気になるなよ。お前も私の操り人形となるのだ。あなたの魔術は通じないわ。諦めなさい。こしゃくな。
よかろう。あくまで戦うというのだな。ならば見せてやれ。神の怒りというものを。魔人の真の力、その身で思い知れ。気をつけて。さっきとは比べ物にならない力だわ。こいつを倒した後はお前だ。私以外の神などこの世界にはいらん。おすました顔を絶望に染めてやる。やばい、クシュンクシュンって受けれねえんだけど。いや強いな。困ったね、どうしましょう。任せた。ドミグラ、もう暴れんはやめろ。孫悟空、忌々しいやつめ。なぜ貴様には神である私の術が効かない。さあな、オラにもわかんねえ。でもよ、おめえと同じようにオラも一度神様になったことがあったよ。もしかしたらそのおかげかもな。そうか、シンバだ。スーパーサイヤ人ゴッド、忌々しい。ファイナルクラッシュ。頑張れ悟空。いなかったぞ。爆発やっただろ。こいつは強えわ。当たんねえ。どこにいる、どこにいる。よし、強かったっす。うわあ、やったわね。やりましたね、皆さん。あ、すみません。そうだ、時々はドミグラが飲み込んでしまったのよ。早く取り出さないと。許さん、許さんぞ。しまった、見つけた。オラに捕まり。え、何、みんなで追いかけんの。へへ、俺様の教育のおかげだな。悟空一人で行ってくれればいいのに。巻き込むなよ、大変なんだよ戦うのも。すげえ。な、こんなことになると、もはやこんな腐りきった世界など不要だ。全て消してやる。何してるのよ。そんなことしたらあなただってただじゃ済まないわ。国蔵庫が壊れれば全てが、何もかもが消えてしまうのよ。バカ、私がそんなことも知らないと思っているのか。
何もかも消滅した後、私が支配する新たな歴史が生まれるのだ。あなた、何を考えているの。ありゃん、すべて消えてしまえ。トミグラ、やめろ。ピもかも消滅した後に、私が支配する新たな歴史が生まれるのだ。あなた、何を考えているの。ありゃあ、うわあ、トミグラ、やめろ。何なのだ貴様は。確かにこの杖で貫いてやったはず。そうか、とことんまで私の邪魔をしてくれるというのか。もはや出し惜しみはせん。長年かけて蓄えてきた力の全てを使い、貴様を倒す。後悔するんだな。貴様の過ごしてきた全ての時間を消滅させ、存在そのものを歴史の闇へと葬り去ってくれる。歴史を守れ、知られざる最後の戦い、魔人ドミグラを倒す。いやというか話の展開良かったね。すごい良かったと思った。ただまあこのドミグラの最終形態なのかな、わかんないけど、変身した姿あんまかっこよくないね。もうちょっとかっこよくてもいいと思うんだよね。頑張りましょう。負けたくないね。頑張りましょう。た
だの腕力自慢の猿だ。よくぞここまで来たものだ。いや多分スーパーアーマーついてるよね。どうすっかな。ついてるね。どうやって削っていくかな。礼を言おう。なんかやってるぞ。この姿を見て生きて帰った者はいない。無論貴様も生きては帰さん。地区一つ残さんぞ。この世界から消え去れ。礼を言おう。あ、やばい、当たる。礼を言おう。なんだと。信じられん。魔人の力を前にここまで抵抗するとは。まあ今のところ大丈夫かな。安全圏で戦ってればどうしても相手動かないよ。己の不幸を呪うのかな。あぶない、なんかやってるぞ。まずい、なんかまずい気がする。私に挑もう。別に愚か。はいはい。やりました。勝ったのかな。終わりかな。もっとこう派手な技はないの。バカ野郎、地味な技でチクチクやる美学ってのがあるんだよ。ゴテンクス覚えとけ。なんだ、時の狭間の水晶のかけら1の辺。あ、攻略サイトにね、このねかけらをいくつか集めるとドミグラ編の後にスーパーサイヤ人編っていうのができるらしいです。おのれ、おのれ、くそしないな。あと少しですよ。頑張りましょう。ここまで来て負けるのはあかばかしいだろ。ここまで来れただけでもすげえと思うけどな。
今回は本当にお疲れ様。あなたたちには感謝してもしきれないわ。ああいう悪い奴がまた出てこないようパトロールを続けていかないといけませんね。歴史の改変の件は一段落しましたが、もしよければこれからも力を貸してもらえないでしょうか。ありがとうございます。パートナーにするならあなたしか考えられないと思っていました。これからもよろしくね。じゃあさ、早速オラと戦ってみねえか。おめえの強さオラに見せてくれよ。面白そうですね。ちょっと待った。ここはダメよ。せっかく世界を救ったのにあなたたちが国蔵庫壊しちゃったら話にならないわ。あ、そっか、そりゃやべえな。と、彼らがドミグラを倒しましたよ、ビルス様。なんだ、僕の出番はなしかい。我慢して起きていた甲斐がありませんでしたね。いや、そうでもないさ。次に目覚めた時の彼らの成長が楽しみだよ。すごくね。今度は寝坊しないようにしないといけませんね。とありがとう、悟空くん。オラの方こそ、久しぶりにすげえワクワクしたぞ。また遊びに来てね。あ、引き上げるわよ、今回はね。君が足りない。もっと、もっともっとエネルギーを。そうね、一旦私たちの時代に戻って体制を立て直しましょう。大丈夫よ、いろんな時代からエネルギーを集めて回ればすぐにあいつらよりも強くなれるわ。あなたは私の最高傑作なんだから。待っていろ、すぐに俺が最強になってみせる。タイムパトロールの新隊員候補が集まりましたよ。じゃ、軽く組手でテストしてみましょうか。やりすぎですよ。もうしばらくの間は二人で仕事しないといけませんね。あ。はい、という感じで、終わりましたね。ただまあ、なんだっけ、ミラと、トアとミラだっけの、なんか話が残ってるっぽいね。まあ、まだ終わりじゃない感じだと思います。うん。また、うん、やっていきたいなと思います。頑張ります。はい。なかなか面白かったですね。あ、まあ、とりあえずは一旦エンディングを見たという感じで、はい、面白かったです。うん。またやっていきたいと思います。はい、今回はここで終わります。バイバイ。